岡本前章は、日本の総務官僚、元内閣官房参与、福島復興再生総局事務局長、東京大学大学院総合文化研究科教授、内閣府大臣官房審議官、内閣官房内閣審議官、総務省大臣官房審議官、内閣総理大臣秘書官、復興庁事務次官などを歴任した。本名は、まさかつだが、音読みで、 全使用と呼ばれることもある。1955年1月、奈良県高市郡生まれ、奈良女子大学文学部附属高等学校を卒業し、上京して東京大学に入学し法学を学んだ。1978年に同大学の法学部を卒業し、自治省に入省した。自治省では、地方財政に関する職務を多く経験しており、自治省財政課 交付税課課長補佐、大臣秘書官などを務め、自治大学校では教授として指導に当たった。また、都道府県への出向も経験しており、徳島県庁財政課での勤務をはじめ、鹿児島県財政課長や富山県総務部長を務めた。2001年の中央省庁再編を控えないに設置された省庁改革本部では、参事官として活動した。 2001年1月6日の中央省庁再編に自治省が廃止されると以降は総務省に勤務。総務省の自治財政局交付税課長や官房参加庁の一つである大臣官房総務課長を歴任した。また2002年から文部科学教官兵人となり東京大学大学院総合文化研究科教授を兼務。他に 一橋大学公共政策大学院講師や、慶応義塾大学法学部講師、日本大学大学院法学研究科講師も務めた。2006年から、内閣府大臣官房審議官や内閣、官房内閣審議官を務め、再チャレンジ政策を主として担当した。その後、総務省に戻り大臣官房審議官を務めていた。麻生内閣の成立による、 内閣総理大臣秘書官の定数増員に伴い、総務省出身者としては、初の内閣総理大臣秘書官に任じられ、内閣官房に勤務する。麻生内閣の事務担当の内閣総理大臣秘書官としては、岡本の入省年次が最も古かった。そのため、同職の中では岡本が筆頭格とされた。2008年10月17日の経済財政諮問会議にて、 内閣総理大臣の麻生太郎が消費税率引上げは不可避とする意見を述べたところ即座に岡本が総理今の発言は議事録から削除しますと大声で主張し始めたため出席していた議員らを驚かせたただ実際に公表された経済財政諮問会議の議事用紙には基本的には消費税は上げねばならぬそれは避けては通れない それだけは覚悟しないと、やはり責任政党としてはいかがなものかとのそいの発言が収録されている。鳩山幸夫内閣の成立に伴い、内閣総理大臣秘書官を退任し、消防大学校の校長に就任。翌年には、自治大学校の校長となる。また、日本大学法学部大学院、慶応大学法学部講師を兼任する。 2011年3月、内閣府被災者、生活支援特別対策本部事務局次長となる。2011年6月、内閣審議官、東日本大震災復興対策室審議官、平任東日本大震災、復興対策本部事務局次長内閣府、官房審議官となる。2012年2月、復興庁統括官となる。2015年3月、 復興庁事務次官となる。2016年6月、復興庁事務次官を退任し、内閣官房参与、福島復興再生総局事務局長に就任。2020年9月16日、安倍晋三首相辞任に伴い、内閣官房参与を退職した。同月18日、福島復興再生総局事務局長も退任。ファッションにはこだわりがあり、 ソフトボーを使用している。総務大臣政務官を務めた影山俊太郎は岡本を知恵者と評している。岡本が内閣総理大臣秘書官に抜擢されると影山は持ち前の明るさと緻密な頭脳で麻生政権のエンジンとして頑張られることを期待しています。小泉内閣の単語秘書官に匹敵するような存在になられると思いますとのエールを送っている。 ありがとうございます。